感動して泣いちゃうブー。キッズチューブ、今日のお話は女の子とケーキ屋さん。町の小さなケーキ屋さん。ある日、お店の入り口に小さな女の子が立っていました。ケーキ屋さんが、ケーキ買いに来たの？と尋ねると、女の子は小さくうなずきました。小さい子が一人でケーキ屋さんに買い物に来ることはなかなかなかったので、ケーキ屋さんは、ママに頼まれたのかな？お誕生日ケーキ？いろいろ聞きましたが、女の子は首を横に振りました。母の日が近かったので、ママにあげるのかな？と聞くと、女の子は小さくうなずきました。それから小さな声で話し始めました。あのね、パパが死んじゃったの。ママ、たくさん泣いてるから、ママの好きなケーキあげるの。そう言って、にっこり笑いました。ケーキ屋さんは女の子の優しい気持ちに泣きそうになりました。ママ、きっと喜ぶね。そう言って、たくさんケーキが並ぶウィンドウに案内しました。何のケーキにしますか？ケーキ屋さんが聞くと、女の子は小さな声で、ママね、いちごが好きなの。だから、いちごが乗ってるケーキください。と言いました。いちごのショートケーキは500円。ケーキ屋さんが、500円持ってる？と聞くと、女の子は小さなお財布を出してきました。中身を確認すると、お財布には300円しかありません。ショートケーキを買うにはお金が足りませんでした。ケーキ屋さんが難しい顔をしていると、女の子は少し焦った様子で、お金足りない？お小遣いそれで全部なの。ケーキ買えない？泣きそうな顔で聞いてきました。ケーキ屋さんは悩みましたが、このお金で買えるのはこのケーキかな？と、300円のいちごクリームが入っているロールケーキを指さしました。女の子は安心したように、じゃあ、これください。と、そのロールケーキを指さしました。ケーキ屋さんは、ママに伝えたいメッセージを女の子に聞くと、特別にチョコレートのプレートに書いてあげました。お待たせしました。ケーキ屋さんに300円を渡してお辞儀をすると、女の子は嬉しそうに家に帰っていきました。家に着いた女の子がケーキを渡すと、ママは泣いて喜びました。ケーキ屋さんが私の気持ち書いてくれたの。そう言って、女の子が指さしたチョコレートプレートには、ママには私がいるよ、と書いてありました。ママは女の子を抱きしめて、大きな声で泣きました。それからしばらくしたある日、女の子はママと一緒にケーキ屋さんに行きました。
あのね、今日は私の誕生日なの。大きなイチゴのケーキください。女の子は嬉しそうに言うと、ママと二人でケーキを買っていきました。チョコレートプレートは、ママがこっそり二つ、ケーキ屋さんにお願いしました。お誕生日おめでとう、と、この前はありがとう。家に帰った女の子は大喜びして、二つのプレートを嬉しそうに口に頬張りました。おしまい。